豊岡村小さな声の会をやっています、三部真由美と申します。金ちゃんにはいろいろ土作りを教わったのでまして、まあ、今回野菜畑でも金ちゃんの土作りが取り上げられてますけども、私たち去年の秋から、金ちゃんの土作りじゃがいもを育ててみましたっていうのを公民館のグループとして発表しました。で去年の秋11月26日に本当に素人のおばさん子どもたちと借りた畑をの畝を立てました。初めて桑を使ったよっていうお子さんもいましたけど、自分で使いやすいように使ってみてって言って、まあ、高い畝を立てました。で落ち葉や茎を1平米5キロ乗せるっていう話だったので、ここの畑の裏のうちの裏なんですけど、裏の落ち葉とかあと畑で咲いてた花のひまわりの茎ですとか落ち葉、イチョウの落ち葉などありったけを載せました。そして、12月にマルチをかけて発酵、土を発酵させるっていうところまで皆さんの力で、半日ずつ4日かけてみんなで作り上げました。そして種芋は3月の27日と30日にマルチを外して、本当はもう少し日にちを置きたかったんですけども、まあ、もうこの時期に植えないと間に合わないのでマルチを外して、ここに紐を張って15センチ間隔で種芋をみんなで植えました。で発酵にはもう1ヶ月ぐらい欲しいので、このままマルチをして芋の芽が出るのを待ちました。で芋の芽が出たのがここです。だから4月の23日ぐらいから芋が出てきました。周りはまだこういう枝とかイチョウの葉っぱ、枯れ葉っぱが形が残ってる状態ですけど、こういう形で芽が出てきました。でしばらくまたマルチをかけたんですけども、だいたい芽が出たところでマルチを外して、まあ5月はこんな状態で、マルチは外しましたけどそれほど畝の上には雑草が出ませんでした。で畝間の草だけこういう感じで取りましたが、何しろ畝の上にひまわりの残骸を入れたんでひまわりが生えてくるという感じで、ひまわり畑の中にじゃがいもがあるかなっていう形でじゃがいもがなんとかできてきたので、そこでじゃがいもの収穫をしました。で子どもたちも来てこんなのが取れたよって言ってじゃがいもを収穫しました。まあ結果1年目ですので 2L、2S から L ぐらいの形状のじゃがいもが、まあ、これは北あかりの半分で、あともう一回メイクインを収穫したんですけど、そんな形でチビイモとキズイモはみんなで食べて、2S から L は保育園に給食に使ってもらうようにお分けしました。でじゃがいもを掘った後なんですけど、金ちゃん先生がおっしゃるようにこんなに掘った後の土のところに枯れた葉っぱとかいろんなものを入れたので、こんだけ糸状菌がわんさかわんさかいるんだなっていうのがはっきり見えました。そして9月にまたここの、前回は畝が広かったので2列に植えたりしてあんまりいい芋ができなかったので、畝をもう少し細くしてその代わりに10本の畝にちょっと手を加えて、そんで草を乗せるっていうことをやりました。で今年は竹を切ってパウダーにしたの、竹パウダーも少し入れてみようっていうふうに試みをしています。ここが竹を切ってパウダーにしたものを、まあここら辺で言うとビチャルって言うんですけど、捨て取ったやつがちょうど発酵していい具合になってるのを畑に入れてます。今はもうこの畑も完全にマルチをしているので、これで11月と、まあ、1月と2月はカウントしないっていうことなので、11月と2月3月と2ヶ月間発酵させて、来年はもっとたくさんのジャガイモを保育園に
お届けしたいなって、そんなふうに思っています。 NHK の超進化論を拝見しました。植物は植物こそ地上の様だみたいなことを言ってて、最後の方で、まあ、植物がいろんな虫たちと交信をしながら生活してるっていう、そういう話を聞いた中で、菌類との交換っていう中で、あの金ちゃん先生に教わった畑は誰が耕すのというのがありましたけど、植物の根っていうのは菌によって菌との交換の中で、必要な栄養をもらったり、また自分が光合成したものをその菌に与えている、そういう話を散々金ちゃんからお話しいただいたんですけど、それをまさに NHK の特番でもやられてて、あ、そういう時代なんだなっていうことをつくづく感じました。で、私たちが今年取り組んできた時に、やはり芋を掘った時に、その金ちゃんが言ってたように、白い菌がいっぱいできてたっていうのに本当に感動したところです。それで、あのそれを保育園のお子さんたち、保育園の調理員さんたちにお芋を持ってったんですが、小さいとか、まあ、普通のお店の形状にしてねっていうような話もありました。で、美味しいかどうかっていう話は、美味しくいただきましたっていうおせちだけはいただいたんですけど、あのその中で話をしていく中で、こういうふうに作ったお芋なんだよ、農薬も化学肥料も有機肥料とか、そういう改めて肥料を与えるっていうことを一切しなくても、ここ三部沢っていう地区なんですけど、三部沢の畑で、三部沢の谷合いの木々の葉っぱですとか、畑で育った草花の茎とか、残砂ですね、そういうものだけでちゃんとジャガイモができたんだよっていう話をしたところ、あ、そうなんだっていうふうに、また調理員の方も納得していただきましたし、ちなみにその時にいただいたお茶にいただいた柿は、まあ、保育園の園庭で、まあ、その木の周りには葉っぱ落ち葉とか生ゴミをただすき込んだだけ、それだけで育った柿をいただいて、あ、これだよねって、こういうものでもちゃんと食べれるし、こういうものこそ尊いよねっていうような話ができて良かったと思います。やはりあのいいものだよって言ってあげるというよりも、まあ、食べていただいて、こういう野菜っていうか、まあ、植物として健康なものを食べれる環境だなっていうことを理解してもらうことがすごく大事だなと思いました。